今から奈良を使って皆さんの意見を言ってください。じゃあ今とてもお腹が空いています。友達がパンを持っている。皆さん何を言いたいですか？今お腹空いてる、友達がパン持ってる。何を言いたい？ねえねえ、ちょっと少し もらってもいい？食べたい。そうですよね。少しもらってもいい？食べたい。それが言いたいです。じゃあ友達は今パンを全然食べてないです。今パンを少し食べて、はあ、そして机の上に置いた。その友達を見て、あれ、もしかしたらパンはもう食べないと思いますよね。見て、あ、食べないと思う。食べないと思ったら確認して言いたいこと言う。それを食べない。なら食べてもいい、ください、私にください。こんな風に言います。じゃあ皆さんでせーの、食べないなら私にください。 OK。 じゃあ今トイレ行きたいです。トイレ行ってドアの前に友達が立っています。でも友達は携帯電話で、そうだよねこの友達入ると思いますか？入らないと思いますか？入らないと思うんですよね。じゃあ皆さんは何を言いたい？入りたい。そう、入ってもいい？と言うよね。じゃあ入ってもいいですか？その前、はい、皆さんでせーの、入らないなら入ってもいいですか？ OK。 次、今皆さんはいらない本を持っています。もう勉強した、 N さんの文法簡単、全部わかる。 N さんの本はもういらない、ちょっと捨てようと思います。本が多いから N さん簡単、もう本はいらない、捨てようと思ったら友達が、そう、何、欲しいと思うんだよね。友達が欲しいと思います。欲しそうにしている。皆さんは何と言ってあげる？使わないなら、ありがない、私はもういりません、捨てようと思う。そしたら友達が私をじっと見てる。何と思う？捨てる。私が捨てる人です。友達はずっと私を見てます。それを私は見て、あれ、友達はもしかして私の方が欲しいなら私はあげましょうか。そうです。皆さんでせーの、欲しいならあげましょうか。いいね。じゃあ次、友達が結婚すると言いながら指輪の雑誌を見ています。指輪はこれね。皆さんの働いている会社は指輪の会社です。あー、私結婚するんですよねと言いながら指輪の雑誌を見ています。皆さんはその友達を見て、まず友達は何すると思いますか？私結婚するんだと言いながら指輪の雑誌を見てる友達、皆さんはその友達は何をしたいと思いますか？何を？何を？指輪を買いたいと思いますよね。多分友達は指輪が買いたい、だから雑誌を見る。皆さんの会社は指輪の会社です。じゃあ何が言いたい？私の会社に紹介しましょう。そうね、まずこちらから指輪を買いたいなら
ます。皆さんの国はとても素敵な国。どうぞ。まず友達は何すると思う？はい。